モノレ、1941年11月25日から2015年1月7日は、フランスの風刺画家、イラストレーター。アリエケンビジーに生まれ、1950年代末頃に、母親と共にピレネアトランティック憲法に越した。16歳の時から、すでに新聞に挿絵を掲載し始めた。最初は、インダストリアルデザイナーとして採用されたが、その後、 風刺画家として、ルモンド、リベラシオン、アラキリ、レザンド・キュプティブル、ル・マガジーヌ・リテレールなど多くの新聞に風刺画を掲載した。また、プチラ・ルース2010年版にもイラストを掲載している。1992年に活動を再開した、シャルリー・エブドに参加し、以後、毎回風刺画を掲載していた。他の風刺画家とは、かなり違った、木版画を思わせる画を描いている。 2015年1月7日のシャルリー・エブド襲撃事件でイスラム過激派に殺害された。他の犠牲者と共にレジオンドヌール勲章シュバリエを授与された。ありがとうございます。